はい、じゃあ会見始めますが、今日は特に私の方からは、ありません、ご質問あればどうぞ。はい、NHK の黒川と申します。はい、まあ、総理入りの予算委員会、閉会中の予算委員会について伺いたいんですが、まあ、ようやく自民党選手を打ってしましたが、質問時間は与党か野党1対1だというふうなことを言って、まあ、自民党、民進党の間で今、交渉がずっと継続しているという与党ですが、まあ、これについて、消極的に今、特に1対1というのは、どういうふうに感じられますでしょうか。指摘があればその都度真摯に説明しますと、真摯に説明しますって言ったんだったら、十分な野党の時間の質問に答えると。やっぱり国民の疑問を突きつけるというかね、国民の疑問をこう率直にぶつける質問っていうのは、やっぱり野党の質問だと思うんですよね。だから国民の疑問にきちんと答えようと、真摯に答えようという姿勢が本当にあるのであれば、こういうなんかね、野党の時間は少なくしろみたいな、こういうせせこましいことはおっしゃらないのではないかなと思っております。で、本当にその逆に与党の時間が長く欲しいっていうんであれば、それこそ臨時国会開いていただいて、じっくり腰を据えた議論をすればいいんではないかなというふうに思っておりますので、まあ、こういう、まあ、1対1っていうのはちょっと、とんでもない話ではないかなと思っております。いいですか、関連で。それでは、まあ、一応24日に時間配分どうなのか分かりませんが、開く方向で調整しています、うん、共産党としては、まあ、どういった点、まあ、ようやく総理にということなんですが、どういった点を追及したいと考えていらっしゃいますか。うん、まあ、やはりこの森友問題、家計疑惑にしても、やはりその行政が総理の意向によって歪められたのではないか、まあ、総理のその腹心の友、あるいは総理の友人だった人物のために、まあ、行政の決定が歪められたのではないかということが疑惑の核心だと思うので、やはりそこについての正面からのこう総理の姿勢を問いただしていくということが必要ではないかなというふうに思いますし、まあ、それ以外のさまざまこの間起こっている問題についても、これは問いただす場にしていかなければいけないのではないかなというふうに思います。で、合わせてやはりその総理に対する質問だけではなくって、関係者、まあ、前川前文部科学事務次官は、ご本人自身も証人喚問に応じてもいいとおっしゃってるわけで、やはりその前川さんが言ってることと政府側が言ってることが全く食い違ってるわけですから、これはやっぱり偽証罪が問われる証人喚問の場で決着をつける議論が必要だと。まあ、ですから、まあ、政府関係者ということで言えば、泉首相補佐官、まあ、それから木曽勲内閣官房参与、千葉科学大学 の、ね、あの理事ですかね、それから加計幸太郎氏もそうですね、それから、内閣府の藤原前審議官、あとは誰でしたっけ、安倍昭恵さんはね、もちろんそうですけど、あれ政府関係者だと誰だっけ、萩生田光一、内閣官房副長官、杉田官房、行政の方のね、杉田官房副長官、まあ、野党が共通して要求している、まあ、こういった人たちも含めて、証人喚問も合わせてやっぱりやっていく必要があるというふうに思います。はい、自由通信の岡です、はい、民進党の蓮舫代表がこのあと記者会見して責任に関して説明します。佐藤の方ですけども、説明お願いします。まあ、これからね、説明されるんで、まあ、どういう説明されるかまだ分からないんですけど、まあ、この間もちょっと私も聞かれたときにお答えしていると思いますが、まあ、蓮舫さん自身はこれまで3回の選挙を戦って、まあ、日本国籍を持って選挙を戦って、で、選挙で勝って、信任を得て、そして公人として活動されているわけですから、まあ、議員の資格等々に関われば、まあ、問題は何の問題もないというふうに思っていますので、まあ、そのことを堂々とこう説明をされればいいのではないかなというふうに思っているところです。まあ、あとはちょっとその民進党自身がこうお決めになることだと思いますので、どういう
処理をしていくか、どういう説明をしていくのかは、まあ、私としてはそういう立場です。なんか先生批判を煽るわけじゃないんですけど、そういう戸籍情報を開示することの今後に対する影響があるのかって、まあ、あの戸籍そのものを開示するわけじゃないみたいですよね。その国籍離脱に関わる、まあ、ものを出されるやに聞いてるんで、まあ、それ何やるのかちょっとまだ分からないもんですから。ただまあいずれにしてもその何ていうかな、そのお父さんの国籍があるからっていうようなことでね、その議員の資格には関係ないわけですから、そういったことをこのとやかく、まあ、問題にするっていうのは非常にやっぱりいかがなものかなと。やはりその排外主義的なその匂いが気配がしてくるものではないかなというふうに思ってますので、まあ繰り返しになりますが、公職選挙法に基づいて、まあ、戸籍をしっかり示して日本国民として日本国籍を持って選挙を戦っているわけですから、まあ、議員の資格ということについては何の問題もないということを、まあ、私どもはそういうふうに見てますし、まあ、そういったことをしっかりと主張されればいいんではないかなというふうに思っています。主張を言っている関係で誤解を与えちゃうといけなくて、排外主義的な匂い気配がしてくるのはそれを公開しろと言っているそのことであって、連合さん自身に、いやそれはそういうことじゃないです。やっぱりそういったことも含めて、まあ、全部公開、戸籍も公開しろみたいなね、いうことは、まあ、いかがなものかなというふうに思います。がよろしいでしょうか。じゃあ明日は党創立95周年記念講演会ですので、しっかり、お話をされると思いますので、ご期待いただければと。